で優勝カップのある方のインプレッサーを見ていただきます。グランプリ、こちらグランプリ、はい、こちらは、インプレッサーのワールドラリーカーとなっております。3年連続メーカーチャンピオンを受賞しているインプレッサーです。2000年のイギリスのグレートブリテンという場所で優勝した車になります。そしてもう一つ2008年度に作られたインプレッサーです。2009年度の競技に出る予定で作られておりましたが、その WRC から撤退をしてしまったため走らなかった名車として展示がされております。そしてもう一つ、スバル 1500P1 という車になります。こちら昭和29年、飛行機を作っていた人たちが車を作ろうということで、20台試作車を作りました。14台がテスト車として、6台がモニターカーとしてタクシー会社さんに使っていただいておりましたが、残念ながらこの車は世に出ることなく幻の名車と言われております。この技術が全て360へと受け継がれまして360の販売に至っております。それでは、はい、それでは2回へと上がってます。